日本語コンテッペイ子どもと一緒に行ってます日本語コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですかえー、今日も昔の話についてその2はい皆さん元気ですか <laughs> ちょっとねさっきやることがあって一回消しました、えー、続きですね続きを始めます あの昔の話を前回しましたね。それは僕が東京に来た時。ねえー、あれは2000年の2000年ですよミレニアム。2000年の4月。まあまあ実際来たのは3月の終わり。えー、4月です。はあいろいろありましたね。えー、まず僕は東京に来て。えー 学大学に行きました。大学のあの説明会というのがありますね。説明会説明会というのはなんか、えー、皆さんこんにちはあのもうすぐ大学が始まります、えー、大学はえいつから始まりますババババ,バそういう説明をする会です、えー、まだ大学は始まってないだけど一回その大学が始まる一週間ぐらい前に。 大学に行きました、まあ初めて大学に行った時ですねはいえー、その日にあの僕はその大学の時にずっと付き合う彼女に会いました懐かしいですね、はい、早いでしょ <laughs> だからあの東京に来てすぐ、まあ、彼女が見つかった感じですね本当に早かった、はいえー、実際その日にあの彼女は僕の家に 来ました <laughs> 早すぎる、はい、そして一緒にあのすき焼きを食べました、はい、まあまあまあそういう話はちょっと <laughs> あの話すあのそれ以上は話しません、ね、まあ、昔の彼女ですから、ねはい、そんな話をしてももしし奥さんが聞いてたらちょょっと嫌でしょ <laughs> 最近奥さんあの日本語の勉強頑張ってるからあの。 ポッドキャストもたままに聞いてますから、ねはい、だから、あのー、その話はしません、えー、でもねまあ、あのー、友達ですね僕には素晴らしい友達が何人かできました、はいえー、一人はおうくんおうくんおう、えー、くんおうくんはね音楽に詳しい人、えー、カラオケに行ったらとても歌が上手くて えー、僕はびっくりしてあの O くんとバンドをやりたいと言いました、はい、O くんはあの全然ギターとか弾けなかったんで、えー、その後ギターを買って僕が教えました、はい、彼は今でもギターを弾いている、ねえー、そして H 君 H 君はねなんかとてもファッションに詳しかったはい 僕ははその時ままあまあですよね。でも彼にいろいろなあの、まあ、ファッションを教えてもらったただあの彼のファッションというのはそのなんかブランドブランドブランドとかじゃなくてどちらかというとこの古着ですよね古着ヴィンテージの,その服のお店に行っていろいろ調べてるんですよねあこのシャツはそのアメリカの なんかこう60年代の、ね、サンフランシス,コシスコのスタイルとかねこれはあのー、イギリスの、あのー、ビートルズの時代のシャツとかそういうのをね、えー、知ってるんですよ。なんかジーンズもこれはリーバイスのこのバババババ,バ僕は知らないことをたくさん知っている。はい、でそのほかにもほかにも。 あの僕には何か一つ僕に何かを教えてくれるような友達がたくさんできました例えば本本にすごく詳しい人ねそしてコンピューターに詳しい人そしてあのなんかこう詳しいとかじゃないけど僕にはない資質性格を持ってる人 例えば、とても明るい人。ね。その時の僕は、まあまあ明るくなかったですから、あの、明るくなくもないんですけど、まあ今と同じですよ、今と同じ。まあ、なんか明るいのが明るくないのかよく分かんないみたいな性格ですからね。でも、あの、とことん明るい人、とことん社交的な人、ね。なんかそういう人には、そういうことを教えてもらう感じ。あの、みんながいろいろな、 性格があるでしょ。みんながいろいろな知識がある。で、そういう。ところを、僕は結構ね、昔からあの。そういうところはリスペクトしてきったつもりです。自分が。持ってないものを持ってる人を。あの、面白いと思う。一番苦手なのは、実は自分に一番似てる。自,自分に似てるタイプの人ですね。自分に似てるタイプの人だと。 ちょっとこうなんかうん素直に負けも認められないしねなんかこうコンペティションまではいかないけどなんかこうじゃあ例えばですよじゃあ例えば僕がうんまあ何にしますかねなんか自分が得意なこと例えば僕は料理が得意だとしてその人も料理が得意だったら どっちが料理が得意かじゃあ勝負しよう <laughs> まあそんなことはならないけどなんか意味がないですよね。はい、両方料理が得意でじゃあ何かできますかじゃあ一緒に料理しますかでも多分一緒に料理したら「いや僕の方がうまい!」とかね「君の方法は変だ」「君のソースはまずい!」そういうことになりませんかでも僕が全然知らないことを知ってる人っていうのは素直に受け入れられますよね。あ君はすごい ね、教えてください、ね、本を貸して、ね、音楽 CD 貸してありがとうかっこいいこの音楽、ね、そういう風になんかこう素直に助けてもらうことができるうん、だから自分と違うタイプの人に出会うっていうことの大切さにその頃気がつきましたね。 高校生まではそういう間はほとんどなくてというのがやっぱりあのみんな似たような人が集まってくるんですよね。あの僕が行った中学校は例えば小学校中学校は小さい町のもので小さい町にある中学校でもう似たような人しかいないんですよ。えー、近所の人たちだけ。で高校も僕が行った高校っていうのは、まあ、まずあのまあまあ頭がいい。 子供たちが集まるところでですすすすすごごごごくくくくくく良ももなないいし悪まあまあ頭がいい子どもたちが集まる高校で、えー、その中のほとんどは大学に行きたいっていうような、えー、いわゆる進学校っていうんですけど大学に行くための子どもが集まる高校そしてなん,なんかまあそれでも近所の子どもたちなんでまあまあ似てるんですよね。高校生までは そうです、ね。そういう感じでした。大学になるとその例えば o 君もあの？まあ、別の。田舎から来てたし、h 君も別の田舎から来てね。えー、y 君とかね、えー、k さんとか。まあ、いろんな人たちがい本当に日本のいろいろな場所から来てました。北海道の人にもあったし、沖縄の人にも会ったことが。ある あのまあ、沖縄の女の子とは付き合ったこともあります、はい、そうですね <laughs> それもそれも,それもちょっとまた奥様聞いてたら終わり僕はあのいろいろないろいろなところをのまあまあまあ、まあ、<laughs> やめましょうとにかくとにかくですよえー、大学生になって結構そういういい経験をすることができました もちろんいい経験だしなくて悪い経験まあちょっと悪いこともしましたよねいろいろなこと、はい、それはここではちょっと言えないようなこともたくさんあるんですけどまあ,あのそれもね結局人なんですよねあの僕にはあのすごくいい性格と少しあの悪いちょっと悪いというか危険なものに 危ないものに惹かれてしまう。あの性格がありますね。それは皆さんもちょっと分かってるかもしれません。たまにその僕の話の中で、えー、フィクションとかそういうところでちょっとなんかこう悪いアイデアが出てきますよね。悪いというかちょっとこう。アウトローなね。なんかヤクザって言ったりとかあのー、なんかこう。 いいいろろななこことと言うううでしょそういう日本のアンンダーグラウンドことねだからあのやっぱりそういう怖い世界みたいなのをちょっと知りたいみたいな気持ちが若い時は特に強くてですねいろいろなところでいろいろなちょっと変な悪い人たちとも会いました一、はい、人そういう人に会うと二人三人となんかそういう人が増えていくでこれはね本当にね途中で気が付くんですよやばい これはやばいこれはちょっとこういう関係はなくさないといけないというわけであの結構そういうのも学びましたよねあの。なんか面白いと思ってちょっとそういう人たちに会ったりすると必ずあのブレーキがかかりますね。てっぺ気をつけろダメだそれ以上は行くんじゃなねやばいぞそいつらみたいな。 まあ、とにかく僕はあの運がいいことにそういう人間関係をあのうまく避けてですねあまり深入りはせずあの生きていくことができましただけどねやっぱりちょっと悪い関係というのはあの切れないこともあってでそういうのもいろいろありましたねだ,だけど僕はロンドンに行きましたね大学を卒業して少したってロンドンに行きましたそれによってまあそういう関係は全くなくなっ そしてその後あの奥さんと一緒に東京に戻ってきた時にはまたあの本当に何も <laughs> あのまあもちろん前からのいい友達は残ってるんですけどまたリセットされてあのとてもいいスタートになった感じですねあのいい関係はもちろん続いた方がいいですでも悪い関係はやっぱりあのリセットした方がいいで僕は今までそういう関係をリセットを何回かしましたね はい、でリサーチするのに一番いいのが、まあ、引っ越すことですよ <laughs> 引っ越すと合わなくなるから、はい、今ね実はそんな悪い関係ないんですね全然ないです今はもう少し気をつけてるんで変に、ね、そういうあの悪い人間関係悪い関係っていうのはその悪い人たちですよねちょっとその悪いっていうのがどういうこと いろんなのがあるんでちょっとここでは言えないんですけど犯罪者とかじゃないかな <laughs> 分かんない <laughs>、はい、というわけであのはいちょっと昔のことを思い出して話してみました実はもっともっとありますよもっともっとある本当にもっともっとあるけどそうですねなんかどこまで行っていいのか分かんない本当に僕もあのちょっとそうですね恥ずかしいようなこともたくさんしましたから はい、でも全てがいい思い出とは言わないけどその中のほとんどはやっぱりいい経験になったと思いますはいそうじゃないこともありましたけどね、はい、<laughs> まあ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 その辺を話し出すとまたあれですからね、えー、気になるような話はまたいつか出てくるかなまた思い出した頃に話したいと思いますそれではまた皆さん「ちゃうちたる英またねまたねまたね」またねまたね